自民党のコロナ対策が大失敗になるか勝負の3週間ですね。自民党の大物と庶民とどっちが正しい対応をしているでしょう。自民党の大物は銀座のステーキ屋で税金を使って会食をしました。菅と二階らの顔が見えます。3密を避けているでしょうか。飛沫の対策をしているでしょうか。自民党の大物は対策ができていません。それじゃあ庶民のつつましい飲み会を覗いてみましょう。ほう、ここは取り木ですね。安くて美味しい店で有名。とてもしっかりアクリル板を使っています。ここは鏡をうまく利用してますね。自民党の大物がこんなだらしない行動をとっていることに愕然としました。来年の衆議院の選挙ではしっかりと政権交代を果たしてもらいたいです。